草加敏夫6月28日から1999年8月は日本の海軍軍人。太平洋戦争においてほとんどの機関を潜水艦艦長として終始し、主として交通破壊戦に戦果を上げた。最終階級は海軍中佐。草加の同期生、宇野亀夫。草加と、宇野は第33潜水隊の同僚艦長でもあった。草加は、 徳島県出身の海兵53期生である。海兵53期は、ワシントン海軍軍縮条約の影響で、生徒数が激減したクラスで同期生は62名で、ある。その一人が、海軍青年士官運動の中心人物となる、藤井一氏であり、海兵53期生は10名が、特別高等警察作成のブラックリストに、掲載されているが、草加の名はない。 1925年に、海の石寺で、海軍兵学校を卒業した。海兵53期の練習艦隊は、合州方面に向かい、艦長の枝、原由利一、高須志郎、戸塚道太郎、戸名木守,守忠だらの幹部の指導を受けた。中、駆逐隊、三日月砲術長を経て、両65乗組となったのが、潜水艦歴の始まりであった。1931年、 大尉に進級し、水雷学校高等科学生を履修する。陛下将校は通常であれば十科学校の高等科で、士官教育を終了するが、草川、伊57公会長を経て、潜水艦水雷長養成課程である、潜水学校を自主に進んだ。潜水艦水雷長は、専人将校として、潜水艦長を補佐し先行作業を指揮する配置である。草川、イ24。 い68、いにの三艦で、水雷長を歴任し、うちの新事などを補佐した。1939年3月、少佐に進級していた草川、機雷不設潜水艦である、い121潜水艦長に補いされ、ついで潜水学校講師学生となる。この過程は、潜水艦長を養成するものであり、ほぼ半年の期間で、戦術、航海、兵器など、 潜水艦長として必要な学識、力量を身につけるのである。卒業後、旅58潜水艦長を経て、L4 型二等潜水艦である、旅63の艦長として、太平洋戦争の開戦を迎えた。コーネットを発艦する同リットル空襲部隊、旅63潜水艦長、旅63は、旧式潜水艦で内南洋の警備にあたる、 第四艦隊第七潜水船隊に属す第33潜水隊の一艦であった。両艦の潜水艦長には、軍令部で潜水艦作戦を担当する藤森康夫などがいた。真珠湾攻撃の際は、両艦と共にハウランド島の監視を行った。この島は、米海軍がハワイから南太平洋へ進出する際の中継基地であった。百四十二年三月、 第3潜水船隊第11潜水隊所属の E174 潜水艦長に転じる。E174 潜水艦長4月15日に南方に出撃したが18日に東京方面が爆撃を受け、草川米空母の追撃を命じられる。日本海軍潜水艦部隊は敵部隊を発見することはできなかったが草川第1岩手丸を発見した。 1> 第1位は手丸は日本に接近を図る敵部隊に備えて配置されていた監視艇隊の一隻で米部隊に発見され機銃奏射によって損害を受けていた。草川定員を救助し基礎に送り届けている。第3潜水船隊は27日まで懲戒配備についていたが三輪司令官は病気のため高の1000万畳と交代となった。第3潜水船隊は ミッドウェー海戦に参戦し海戦中は小海戦の変更を繰り返したが、単独任務に就いたイ1 6 8がヨークタウンを撃沈した。その後のイ1 7 4は南方で敵増援遮断に従い、11月にクレに帰還している。イ1 8 0潜水艦長12月1日、新海王型のイ1 8 0偽装員長に補いされ、春行後に、 初代艦長に就任する。イ、e、1 8 0は、第3潜水船隊所属の第22潜水隊に編入となり、1943年4月から、豪州東沿岸で、交通破壊船に従う。草川、イ、e、1 8 0を率いて、シドニー、ブリスベン間にあり、2隻を撃沈、2隻を撃破し、また、コロンバンガラ島を機械船で撃沈された。 人数の上院21名を救助している。潜水艦輸送においては8月4日に、来への輸送に成功した。E26 潜水艦長、E26 の前任艦長、横田実横田も戦後キリスト教に帰還する。9月、E26 潜水艦長となる。E26 は、サラトが来撃ジュノーなどの戦果を挙げていた。同艦は、 第8潜水戦隊に編入となり、インド洋、アラビア海での交通破壊戦に従事する。草川、インド洋方面での作戦で10月28日に、ロバート・ティーホーク、12月31日に、トーンズを、核撃破、1944年1月1日には、アルバート・ギャランチンを撃沈した。ついで、アラビア海での作戦に移り、3月13日に、コリアー、 3月21日にグレナを核撃沈3月29日リチャードベイ撃破の戦果を挙げたこのほかインド国内に工作員を潜入させる作戦に従事しているこの工作員は高機関が要請したインド人によるインド独立内部工作を目的としており3回にわたって実施されうち2回を草加のイ26が担当した草加は インドの陸地近くに接近し、工作員18名を潜入させている。第8潜水船体の船人参謀、井浦章二郎は、成功の理由に、草加の有能さも挙げている。5月に、クレに帰還した草加は、サイパン島への輸送を命じられた。マリアナ沖海戦によって、空母戦力を喪失した日本海軍は、マリアナ諸島の戦力増強を図り、イ26は、サイパンに向かった。 しかし、航海途上で、目的地は、グアム島に変更され、7月9日に、武器弾薬の輸送に成功する。この輸送作戦には4隻の潜水艦が従事したが、成功したのは、草加の E26 のみである。E26 はさらに、テニアン島からの搭乗員収容を命じられたが、同島はすでに連合国軍の獣医にあり、収容することはできなかった。草加は、 このサイパン島、陥落、テニアンも、陥落寸前という時点での命令について、海軍上層部を批判している。E400 潜水艦長、E400 乗員。潜水艦の未経験者が多く、草川、基礎訓練を繰り返した。草川8月に退官し、E400 潜水艦二層員長に補えされる。E400 は、常備排水量5223トンという、 軽巡洋艦並みの巨艦で燃料補給をせずに日本から世界中のあらゆる地点まで往復可能な航続力、また水上攻撃機、精霊を3機搭載し航空偵察能力を有していた。この艦の建造をめぐっては右与曲折があったが、同型艦 E401 のほかイ1 3イ1 4と第1潜水隊を構成し、 アリーズミ・リュノスケ司令の下で訓練が実施された。第一潜水隊は、セーラン10機をもって、パナマ運河を特攻によって破壊することを目的としていたが、沖縄戦が始まり攻撃目標は、うるしい干渉に在白する機動部隊に変更となった。この作戦の実施予定日は1945年8月17日、作戦名は嵐作戦、作戦部隊は潜水艦部隊、 航空部隊を総称して、新流特別攻撃隊と名付けられた。草川7月23日に大港を出撃し、ウルシー干渉へ向かった。この作戦行動では、イ13は出撃早々に消息を立ち、新婚の先人将降夫人は自殺している。イ400は8月14日に、ウルシー干渉付近に到達し、イ401との街道を図っている最中に、 日本のポツダム宣言受諾を意味する電報を受け取った。草川は水雷町の震源を入れて部下に戦争終結を知らせている。ン4 0 0上院は特攻前に日本の敗戦という現実に直面したが、その後の行動は冷静なものであった。草川は無線封鎖を実施して迂回航路を取って帰還の途に着いた。 この航路は攻撃される可能性も考慮した草加の選択であった。米海軍部隊に打破され軍艦機が正常機に変わる。際の草加は涙をこらえていたという。インド洋方面での潜水艦部隊による連合国船員殺害事件について p c 級戦犯に問われ重労働5年の判決を受けた。この事件ではインド洋での交通破壊戦に従った海軍関係者、 小松照久、三戸久し、市岡久し、井浦昌二郎、潜水艦長などが逮捕、起訴され、連合艦隊司令長官、豊田添江武の先犯訴追の一員ともなった。草川は、この件に関し、一点、やましいところはない、無実だと、自らの潔白を述べている。草川、は、獄中で、キリスト教に帰還し、草川を中心に、イ400上院は、 戦後も長く交際を続けた。草川は人格者であり部下に慕われていたのである。ありがとうございます。